よくあはい、皆さんこんばんは。はい、なんだっけ、そうバーニングラビットの今日は、怪しい独り言ということにいたします。今日は、こちらのシークワーサーチューハイと、セブンイレブンのチャーハンと2日前の味噌汁、ちょっとね、自炊モチベーションが低下しておりますということで、これ結構捨てるのは、ちょっとね、見えてる。これ、夕刊フジの記事から、韓国、北ミサイル情報要請、日本に屈服って記事があって、ちょっと読んでみますね。というか、飯食ってんだよ。北朝鮮の朝鮮中央通信は3日、新型潜水艦発射弾道ミサイル SLBM 北極星3の発射実験が2日行われ、成功したと報じた。完全な国連安全保障理事会決議違反であり、日本や韓国、世界の安全保障に深刻な事態といえる。北朝鮮との平和統一を掲げる韓国のムンジェイン政権にも大ダメージとなりそうだ。韓国の保守派は、改憲説、建国記念日の休日である3日、自由民主法の支配などの危機として大規模な反文ってこと、反ムンジェインデモだね、集会計画している。香港の民主化デモのような規模になればムン大統領の求心力は失墜しそうだと。まあ、早く失墜した方がいいと思うけどさ。まあそんなところでね、正直言って、こう北朝鮮の動きっていうのはね、なんとなく、まあこう出てくるかななんてね、思ってはいた。で、これに関連して、やっぱり飲むんだけど、今日ね、LINE のニュースを見たら、これ多分、有効人も出てんのかな。自民党のね、自由民主党の、二階幹事長さんがもっと真面目にやれと檄を飛ばしたそうです。これ北朝鮮のミサイル会合で、まあ、出席者数が少なかったからということで、でも怒ったらしくてね、重要な会議な、ちょっと本文読みますね、重要な会議なんだから真面目にやってもらわないと困る。自民党が2日に開いた北朝鮮核実験、消えたし、ミサイル問題対策本部の会合で本部長を務める二階俊博幹事長が怒りをあらわにした。北によるミサイル発射という日本の安全保障に直結する問題を協議する会合にもかかわらず、出席議員が少なかったためだ。会合は党本部で午後4時半に始まったが、幹部以外の出席議員は10人程度で空席が目立った。すっげえ路列が回ってないんですけど。で、二階氏は会合冒頭、議員に連絡がちゃんとできているのか、もっと真剣味を帯びてやらないとダメだと不快感を示した。その上で出席者や発言内容をまとめた報告書を作成するように指示した。会合はミサイルの脅威に対する自民党の姿勢を国民に示し、政府の的確な対応を求める目的で二階氏が主催しているが、出席議員が少なければ説得力が貧しいと。これ LINE ニュースちょっとどこの元だかよくわからないんだけど、石鍋圭さんという方の記事ですね。で、今私本文読みました、この LINE ニュースね。なんか不思議な文章があったことに気づいた方いらっしゃいませんか。これね、出席者、見えるかな、ちょっと見えにくいかな、この辺に出てますね。その上で出席者や発言内容をまとめた報告書を作成するように指示したっていうくだりがあるんですけどね。これってさ、普段じゃ何にも記録残してねってことって思いました。まあ、それだけなんだけどね。まあなんだろうな、笑っちゃいけねえな。よくさ、国会の先生方いろいろ
まあちょっと問題のあるところをつかれると記憶にございません、失念しました、忘れてましたって言うじゃん。でもさ、仕事でしてるんだよね。仕事はね、俺正直言ってその建設系だったり工業系の仕事をずっとしてたもんで、よく言われたのは、普段の個人的な生活は記憶でいいと、だけど仕事に関しては記録を取りなさいと口うるさく言われました。つまり正確なそういうものを残しておかないと後々問題になるので、ちゃんと記録として文書化してないしはそういう分かるようにしておきなさいと言われました。何度も何度も。だけど見てるとさ、国会議員の先生方ってさ、仕事の癖してさ、なんで記憶で仕事するんだよ、忘れましたってどういうこと。月給120万ももらってんだぜ。月給120万もらっててさ、2、3日前のこと忘れちゃうなんてさ、レビー小体型なんとかかもしんないしさ、もしかしたらもっと重篤な脳の疾患かもしんないじゃん。そんな人にさ、国政任しといてさ、今回みたいに、例えばさ、今回例えばたまたま EEZ っつって、これ領海内の海に起こったからいいし、弾頭自体は多分空だったんだろうね、爆発はしなかった。だけどさ、たまさか爆発したらどうする。あ、急になんか脳が忘れたって議員の人が言い出しちゃったらさ、日本なんかおしまいだぜ。うん、ぜひここはね、しっかり記録を取っていただきたいのと、その忘れました、記憶にございませんって言っちゃうような方は、私のあくまで試験ではありますが、脳ドックに行ってアルツハイマーのそういうキャリアかどうかというのをよく調べていただいて、もし、そういう所見が見つかったら潔く引退していただくっていうのが筋だと思いますね。すぐ忘れちゃうようじゃさ、重要な、だって法案の審議なんかできねえじゃんねえ。3日前に審議したんですけど忘れました、さっき審議したんですけど忘れましたって言われちゃったらさ、何も進まねえじゃん。俺でいてさ、120万も月給持っていくんだぜ。っていうか実際にはさ、政党助成金とか政治献金とかもらってるから、おそらくもっと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 収入はあるんだろうとは思うけどさ、うん、って思いました。だからまあこんなね、そんな忘れちゃうような人たちがさ運営してる国会なもんでさ、外国のさ、例えばムンなんとかさんとかさ、キムなんとかさんにさ舐められちゃうんだと思うよ。うん、頭脳明晰、議論が活発にできる人になってもらいたいね。どっかの某太郎さんみたいにさ、牛歩戦術とかさ、街頭演説はかっこいいんだけど議会に出るとシュンってなっちゃうとかさ、そういうのはなしでお願いしたいですわ。でまあこんな感じで、お願いしますね。まあ、北朝鮮の動きはね、正直言って SLBM 撃ったけど、まあ、要は情報を引き出したいんだよ、うん、でそれでいて自分のところの国内はさ、一般ピープルは食うに困ってるわけじゃん、うん、でも要はそういう経済制裁をとにかく解除させたいと。そのために、実際のところ言うと、キム・ジョンウンさん的には多分ムンジェインさんは邪魔なのかなって思うよね。余計なことばっかりするし変なこと言うし、うん、って思います。まあぜひね、日本の国会議員の方々、もし自分ご自身の記憶が曖昧だなとか怪しいなって思ったら、脳ドック受けていただきたい、そう切にお願いして今日の投稿を終わりたいと思います。チャンネル登録、なんだっけ、あとだけなんだっけなんだっけ、あ、いいねね、いいねしていただけるとね、とっても嬉しいございますんで、なんかこんなくったらない話をしちゃったんですけど、ただ実際のところ言うとね、国会の先生方本当仕事としてやってるのにさ、記憶で何でもやっちゃうってやっぱ困ると思うよ。でそれでさ、記憶で奥の単位の献金いただいてきたりとかしてるわけじゃん。こんなさ、忘れましたやっぱ良くないよ、うん、責任回避だもんね。忘れたっていや何でも通用するわけじゃんね。だってさ、変な話だけどさ、目の前でブスって人殺しといてさ、さっきのことは忘れましたって言っても通用しちゃうってことじゃん
ね、それでいて、ね、一般ピープルじゃないから、うん、あの不逮捕特権があるから、あの例えばなんて現行犯じゃない限りは逮捕されないわけだよ、うん、で殺しといて逃げちゃって逃げ寄せちゃえばさいいわけさ、ね、まあ、そんなやつは、そんなやつじゃねえな、そんな議員の方はおそらくいないんだろうなとは思いますが、実際の運用上はそれが可能な制度になっているのが今のその議員の方々の取り扱いなんでね、その辺まあ厳格化するのもね何かとは思うんだけど、その気持ちの上でね議員の方々にはもうちょっと襟を正していただきたいと切にお願いして、今日の投稿を終わりたいと思います。本日は、見ていただいてありがとうございました。失礼します。